リードールズです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずはメンバーの自己紹介からしていきたいと思います。はい、赤色担当、フェアリードールズのリーダーレイちゃんこと堀内レイです。よろしくお願いします。レイちゃん、ありがとうございます。はい、フェアリードールズの魅惑の提案ボイス、フェアドルの歌姫、クルルギエルちゃんことクルルギエルです。よろしくお願いします。エルちゃん、はい、みんなのの虜に なれピンク担当のティンこと黒崎のあです。よろしくお願いします。ノージー、はい、美容大好きおされ大好きフェアリードールズ美容担当、紫担当のスーちゃんこと藤代すみれです。よろしくお願いします。スーちゃん、マイメルちゃん大好きフェアリードールズの笑いのツボ担当、水色担当メルチこと姫のメルです。よろしくお願いします。メルチ、はい、ここで今日から、加入しました新メンバーの紹介になります。どうぞ。はい、みんなに幸せ届きます。黄色担当、アータンことミキアリスです。よろしくお願いします。アータン、はい、以上ね、今日からで、フェアリードールズ6人体制で、しかもね、あれですよ、歌割りとかもしっかりね、みんなのね、個人パートがたくさんゲットできた、ゲットできてね、できました。そう、候補生のね、昇格イベントもやってたりとかして、やっとね、みんな正規メンバーになって、新しいね、新体制のね、フェアドルになったということで、ね、すごいね、みんながいろんな色のサイリウム降ってくれるの、すごい嬉しいですね。どうですか、嬉しい？嬉しいです。すごいハモってるの、かわいい。はい、ということでこの後3曲連続で聴いていただくんですけど、皆さんたくさんね、振りコピで真似して踊るところたくさんあるので、ぜひ皆さん一緒に踊って盛り上げてください。それでは聴いてください、ミスティラブ。追いかける Everyday 吠えられないの見えない境界
それでは次の曲聴いてください。ラブサマータイム。あなたを思うと、あなた
この後フロアの方で物販あります。サイン入りチェキ1000円で販売しておりますので、ぜひね、初見の方もたくさん遊びに来てくれると嬉しいです。はい、そしてね、フェアリードールズお知らせなんですけども、4月2日にフェアリードールズ単独公演決定しました。イエーイ。チケットの発売が昨日から始まったんですけども、フェアリードールズの持ち曲すべて披露なのと、あとは撮影可能ライブだったりとか盛りだくさんなので、ぜひね、今日良かったなと思う方はチケットもね、ぜひお買い求めください。お願いします。はい、それでは以上、私たちフェアリードールズでした。ありがとうございました。ありがとうございました。